今、土壌の呼吸 CO2 フラックスを測っているところです。この難しい土が入っています。で、この今土から出ている CO2 がこのチューブを通ってこの IRGA によって CO2 濃度を測っています。で、このポンプで、空気を循環させていると。で、この今この土の入った瓶とこの IRGA とポンプは全て、閉鎖系になって循環しているので、CO2 の、上昇速度を測ることによって、土壌呼吸速度というのを測ることができます。で、この土は森から取ってきて4ミリで振るった土に、土で、保管するときは冷蔵庫で保管、ジップロックとかに入れて保管しますが、この測定をする24時間前には、何度だっけ？23度。これ論文である、温度を使って、インキュベーターに入れておきます。インキュベーターが こちらです。で、これを、測定の24時間前に入れておいて、そして、そのインキュベーターに入れている段階では、含重量で3ミリ3グラム3、3グラムの3グラムの土をこの瓶に入れていると。そして、測る前に2時間前に水を入れてた。そして2時間待って今測っているという状態で、これは砂糖は入っていない。これは入ってる入っ方てでる。す。で、これはこっちは、同じ土を2回測るんですが、こっちは水とグルコースを入れて、SIR を測っている。砂糖入りの呼吸を測っている。で、こっちは同じ土だけど水だけしか入ってないと。で、この水と砂糖を入れる処理を測定する2時間前にやっておいて、インキュベーターにもう一度入れておいて、そして2時間後に測ります。で、もしこの水や、砂糖を入れた直後に測ると、呼吸速度がちょっと高くなりすぎてオーバーエスメイトしてしまうと。でも、2時間経ってくると、2時間後、3時間後、4時間後ぐらいは、だいたい一定の、呼吸速度になるので、2時間は、置いとかないといけないというのは論文でもありますし、我々が試しに測ってみてもやっぱり、2時間経つと安定するということが分かったので2時間にしています。これが今、この LI820 という IRGA で測って、今回はパソコンで、記録をしています。そしてグラフを見ながら、ちゃんと CO2 濃度が上がっているかなというようなことを確認をしています。で、このように、だいたい今5分測ることを目安にしていますが、きれいに上昇速度が取れたら、この、土は測定おしまいというふうにしています。で、一応、念のため、測定時間開始と、終了時間を書いてますが、測定開始の、CO2 濃度終わった CO2 濃度を、メモして、いるという状況ですね。では、次、新しい土に、移ります。で、これは、針を刺してるんですね。チューブに針を接続していて、で、この非常にこのいいアイテムなんですが、こういうのを使っています。で、これに、針を刺して、密閉系閉鎖系を作っています。
で、はい、蓋が、新しい瓶に、蓋をして今測定を開始しようとしているところです。はい、では砂糖なしの呼吸と砂糖ありの呼吸を、比較したグラフ、測ったグラフです。こっちの左側が砂糖なしで右側が砂糖ありで、まあ、この傾きの違いが、そのどんだけ砂糖入れて上がったかみたいな指標になって、これもよく論文で使われています。